ートから非常に声を出して練習を行っているひむかスタジアム2軍でスタートしている選手なんですが、手前側に今いるのが北村選手、そしてその後ろ松原選手、そしてその後ろには増田大輝選手で、ここのノックなんですが、ノッカーは2軍のバッテリーコーチの加藤健コーチです。始まる前に言っていたのが、もしエラーをしたらその後ろにいる人がノック2本追加という、非常にこの中で自分がエラーしてそこでプラスではなく、エラーをすると後ろの選手に2本追加ということで、その分の一体感というのが非常に出てきているということになりますので、逆にここで、ね、いいプレーをすると後ろの選手がよく取った、ナイス、うまいというふうに盛り上げているということになりました。ノック一つを取ってもやり方によってまた選手たちのモチベーションも変わってきているなというのがあります。今シーズンから背番号が59番になった松原選手、笑顔を見せながら元気印ですからね、そういったところも見せてくれています。そしてリーダーシップになりますが、北村選手、今のはわざとだというふうに言っていましたが、ここをどうノッカーが判断するかによって変わってきますので、ただここで2本、今こういった形でエラーをするとその後ろにいる選手が2本追加というノックになっています。さあこちら北村選手、秋のキャンプではね、やっぱりチームを引っ張るという部分で最後に円陣の中で挨拶をしたというのもあります。本人もしっかりと覚悟を持って結果を出したいと言っていました。ただ何か選手を見ているとその強い気持ちもあるんですけれども、そこからやっぱりね、楽しみながら笑顔で元気よくやろうと、何かそういった方向性というのを感じます。さあこちら松原選手、さあ松原選手で言うと、まあ、亀井コーチが言っていましたが、また9番を取り戻す気持ちで目指してほしいと言っていました。自主トレもソフトバンクの周東選手との行って、またそのスピードという部分磨きをかけていくと言っていましたし、絶対にセンターしかないというふうに本人も言っていました。熾烈な外野手の争いというのもあります。そこでどう一つ一つ結果を出してくるか、ここもスピードで守備範囲見せていった増田大輝選手の姿、またここがね、自分のエラーによって他の選手にペナルティになるというのがありますから、一つ一つのプレーも大事にいきながら飛び込んでいきましたけれども、取ることができなかった。さあここからです。一つエラーになると先輩に迷惑がかかってしまう、ただそこもね、チームプレーです。申し訳ないというふうに声をかけながらですが、おっと、ここイレギュラー、しっかり取りました。素晴らしい反応で取りました。素晴らしかったです。今少しねバウンド変わったんですけれども、そこも反応していった北村選手です。ひむかスタジアムのノックの様子もご覧いただきましたが、連帯責任になってるんですね。まあまあいろんなルール作りながらね、はい、やりますよね、こういう練習はね。自分がミスをしてしまうと後ろの選手に、まあ、ペナルティーが課せられるということのようです。